どうかしたんですか？いや、ちょっと困ったことになっていてね。俺は狩人なんだが、最近同じく狩人が天職のやつが村に出入りするようになったんだ。一つの狩場に二人の狩人がいるわけですね。そうなんだ。そのせいで毎日の稼ぎは減ってしまってね。その人はこの村の人じゃないんですか？ああ、どこから来たのかを聞いても要領を得なくてね。狩り場が被るなんてことはあるのか？聞いたことはないけど、天職はそれぞれの村や町で与えられるから、偶然指定した狩り場が他の村の人と被ることはあるかも。そうか、禁忌目録を犯しているって感じでもないし、人口が増えた結果起こった弊害かもな。ひとまず私たちでその狩人と話してみましょう。彼に天職を与えた人物が分かれば解決できるかもしれません。私も同意見です。由々しき行為です。その狩人ってのは普段はどこに？おそらく狩り場だろう。もしくは、おっと、あいつだ。ちょうどやってきた。なあ、あんた。なんだ？狩人と狩場が被っているそうだ。すぐにやめろ。おい、メディナ。狩りをやめろって。なんでだ？この村の狩人が狩るべき獲物も、貴様が飼ってしまっているのだ。だから、貴様に天職を与えて狩り場を指定した者にそのことを伝えてほしいんだが。別に俺は誰かに狩人をやれって言われたわけじゃねえよ。ではなぜ？それは。もしかしてあんた、記憶がないのか？え？まさか、ベクタの迷子？こいつが噂の？どこから来たかも覚えてないのか？そうだよ。記憶がねえんだ。目が覚めたらここにいた。リアルワールドのことは何も覚えていないのか？キクオカって名前に心当たりはないか？一体何のことだよ。そんな風に根掘り葉掘り聞かれるのが嫌で、誰にも言わなかったんだけどな。悪いな。何も覚えていねえ。そうか、すまない。リアルワールドからこの世界に入ったのなら、当然ラースがログインさせたはずだ。記憶をロックされているのなら情報は何も得られないか。とはいえ、ロックされた記憶のエリアが広すぎる気がするが。それじゃ俺はもう行くぜ。待ちなさい。なんだよ。まだ話は終わっていない。記憶がないのだとしても、村人の邪魔をするのなら。うるせえな。俺が何したって言うんだ。これ以上構うんじゃねえ。メディア。いいか、よく聞け。貴様はただ村人の天職を邪魔したのではない。村人の使命、そして彼のすべきことを奪っているんだ。他人だろうと、人の存在意義を奪うような真似は許さない。メディナ。だ。なんだ。悪かった。俺が間違っていた。俺自身記憶がなくて、何をすべきかわからなくて不安だったんだ。けど、あんたの言う通り、他人の役割を奪うなんてこと、していいはずがないよな。大切なことを気づかせてくれてありがとう。あんたは、救世主だ。そこまで言われるようなことはしていないが、分かってくれたならばいいだろう。今後は村の狩人とよく話し合い、適切な狩場で天職を果たせ。分かった、行くよ。すごいね、メディナ。ええ、強情そうな男でしたが、うまく解き伏せましたね。素晴らしい説得でした。私にも使命があります。それを邪魔されたと思ったら、少しムカついてしまっただけです。とはいえ、これで解決だね。ええ、先へ進みましょう。
キリト君？ああ、悪い。そうだな。俺たちも行こうか。さっきのベクタの迷子、やっぱり何か気になるの？ああ、まあな。菊岡さんたちと連絡が取れない状況でログインしてきたんだもん。気になるよね。それに、ベクタの迷子が最近増えているって話があるだろ。まさか、その人たち全員が私たちみたいに現実世界から来た人だっていうの？あくまで予想だよ。STL の数も限られているだろうし、だいぶ破綻した推理だとは思うけどさ。まあ何にせよ、ロックされた記憶の範囲は広そうだし、彼らから情報を得られない以上、答えはわからないな。そうだね。あと、もう一つ気になったことがある。さっきのメディナの説教のことなんだけど。かっこよかったよね。思わず圧倒されちゃった。まあ、とはいえ、あっさりとメディナの言葉を受け入れすぎじゃないか。見ず知らずの人に説教されて、改心して、おまけに救世主だなんてさ。それは言葉のあやでしょ？本当にメディナを崇めて、心の底から救世主と呼んでいるように見えたけどな。どうしたものか。なんだ？少しいいですか？おう。いや、どうしたものか。はあ。助けてくれ。わかりました。頼んだよ。さてと。ああ。よし！やったわ！ああ！終わったね。終わったな。
ああ。よかった。ありがとう。どういたしまして。おう。さてと。だけど。そういえば。ああ。この音は、飛竜。何か緊急のようかもしれないな。話を聞こう。以上がベルクーリ騎士長からの伝令です。魔獣討伐か。指令は受け取りました。直ちに向かいます。それではお願いします。私は別の任があるため、失礼。では早速、目標の魔獣を探しましょう。ああ、急ごう。